類の皆様、アンニョンハセヨ。こんばんは。これから後編に移らさせていただきますけれども、ね、さっきの中園ゆき子さん、はい、ひままクラブのオーナーですけど、はい、ご主人の、はい、中園君広さんでございます。よろしくお願いします。君です。キミーです。キミーさん。キミーさん。キミーさんとお呼びしてます。なんか株式会社キミーとか書いてました。そうです。嫁が僕を呼ぶ時のあだ名なんですよね、キミー。キミー。それで株式会社キミーにして。はい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 、はい。で、もう適当につけたら、キミーってキッズママファミリーも。あーで、キミー。キミー。なるほど。こっちウチですか。ウッチー、ウッチー、よろしくお願いします。ありがとうございます。よく韓国人に間違えられまして、はいはい、キミーって言ったらキムさんですかみたいな。あそこキムがいます。カメラでしてくださってる方もキムさんですね。あ、そうですか。いやいや、ちょっとね、このご主人は、はい、なかなか面白い話があって、おお、実はですね、もうちょっともう早々と言ってしまいますけど、はい、UFO が見えるんですよ。はい、見えるUFO? UFO をさらわれたこともあるんやったっすよね。そう、中学生。マジっすか、はい、さらわれた。さらわれた、寝てる時に。マジっすか。ちょっとその話がどうしても聞きたくて。そうですね、まあかれこれ、はい、20年前、20年前僕、実家2階建てなんですけども、はい、まあ、1階で、はい、目の前が、いや、ベッドの横は壁や、窓やったんですよね。窓、はい、で窓の横にはでっかい木があるので、はいはいはい、外から絶対侵入、はい、されないようなところに、はい、僕寝てたんですよ。はい、そしたら、まあ、ある日、はい、寝てて、もう、なんすかね、蛍光灯が100倍の光がブワーって来て、はい、なんだろうと思った時に、はい、なんか吸い込まれてきよったんですよね。ずなんか上の方に。キミさんがですか。キミさんが。そうそう、蛍光灯の中に、蛍光灯がシューっていって、はい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 、で、怖えーと思ってずっと目をつぶってて、はいはい、パッて見ると、はい、誰かがいるんですよ。え？ボワーッと見えてる。ボワーッとボワーッと、はい、で、光の中に、光の中に人間の顔、体の中に、はい、怖えなと思って、はい、なんか乗ってるような木 で、はい、でちょっと見たら地球が見えるんですよ。マジか。怖い怖い怖い。地球が。うわー怖えと思って、はい、そうやって地球2周分されたような感じで、はい、その時に、あー、なんかこの辺りかな、はい、になんか手術された。あとからあとからあとから、ガチガチだ、ガチで。これなんかこけたとかそんな気味じゃなくて、ここにマジで、見えますかカメラさん、カメラで。あらあら、見えるかな。でそれで、はい、なんかチップ埋められたっていうことで、はい、そのなんか2周した後に、はい、怖くて、はぁ怖いと思って起きたらベッドだったっていう。で、その時まではここに傷はなかったんですよね。なかったんです。前の日なかった。で、見たらなんか傷みたいな傷があって、塗った跡とかもないんですよね。塗った跡とかないんです、本当に。本当すごい、でも傷跡だけ。で、それで、はい、ちょうど嫁と、まあその僕今37なんですけど、24の時に嫁と出会った時に、はい、出会って、はい、そういう話をしたら、はい、嫁から、はい、お前アホだ、まあまあ確かに、そんなことあるわけねえだろう、そんなことあるわけねえだろう、はいはいはい、もうその時くらい一切人の話に来なかったんですよね、はい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 、もうなんか僕がバカみたいな感じになるから、はい、で本人がそういうなんかオーガニックの野菜事業を始めて、はいはいはい、なんかスピリチュアルの人とか、はいはい、宇宙と話せる人たちとか出会って、はい、そういえば僕が宇宙船に乗ってたよねって話になって、はい、今日初めてここで話すような感じなんですかね。いや、だからなんかさっきね、なんか写メ見せてもらったけど、なんか UFO ついてくるんですよみたいな。なんなんですか、それ。なんかたまにその UFO を見るんですか。たまにっていうか、はい、もうつい最近、はい、結構頻繁に見られてるってことですか。そう、昨日も今日も見てるような状況。え、もう毎日じゃないですかそれ。なんかあるんじゃないかなっていう。あ、近々。近々。なんか助け、そう、助けです、はい、怖いんじゃなくて、はい、みんななんか心配してる、心配してるんですよね。あー、 UFO が、UFO が教えてくれてる。そう、そういう感じは僕はするんですよね。近々大地震来ますから。そこ地震がいっぱい相当ありますもんね。なんか
みんなで仲間になろうよみたいな感じじゃないかなと思うんですけどね。それ UFO を眩しかったって言ったじゃないですか。で、宇宙人の顔とか見えなかったんですか。見えないですね。見えない。これだから怖いから目つぶってるじゃないですか。こうやってなんか人間らしいものが見えたんですか。人間っていうか形的にぼやーってなんかぼやーって、そう、多分物体がないんですよね。はい。だからいろんな生物いると思うんですけど、僕の時はぼやーしか見えないんですよ。いや、うちの母親もですね、ちっちゃい頃に、はい、パッて窓を開けたら、はい、目の前に銀の円盤が目の前に浮かんでたらしいんですよ。おで、うおーと思って、でお姉ちゃんってからなんか行ったらしいんですけど、でパッて見たらもういなかったらしいんですよ。っていう経験はあるらしい。もうマジでもうガチで銀の円盤が目の前にボーンって浮かんでて、みたいな。それでももう連れて行かれてますからね。いや、連れて行かれたって怖いですよね。いや、むちゃくちゃ怖いですね。なんか埋められたのか怖くないですか。マジで。コメントでここに何が埋め込まれてるんですかって、なんか埋め込まれてるんですかって今来てるんですけど、何かな、わかんないですよね。それでなんかレントゲンとかで撮ってもらったりとかもしてないですよね。レントゲンとかないですね。病院でここなんか埋められてるんでっていうのも言えないですね。ちょっと見えないかもしれないです。お前アホかと思う。それでなんかそのそれからもうしばらくずっと UFO は見れなかった。なんかあったんですか、またそれ。だから期間っていうか、もう自分でその言わないとこうと思って、うん、やっぱりもうそのバカじゃない。いやあるある、世間あることですよ。はあ、幽霊見えるってことは見えない人もいるじゃないですか。バカじゃないみたいな感じなんでしょ。娘さんもね、霊感強い。むちゃくちゃ強いですね、娘は。いやいや、なんかこの前その奥さんと話してたら、で娘さんも来てたんですよ。で娘がなんか一人なんかものすごい怒ったらしいんですよ。でその人なんかすぐ亡くなった。そう、亡くなりました、ね。亡くなったんですよね。亡くなりました。娘さんがなんかその人に対していきなり怒り出したらしいんですよ。そう、その人すぐ亡くなったらしいんですよね。それ聞いてもう娘の機嫌バレバレだった。この子を怒らせちゃいかんと思って。自分が死ぬって。はい。めっちゃ遊んであげて。いやいや。そういうことなんですね。からもう機嫌を取らないかんなと思って。そうなんだ。いや。なんなんすか、中園家は。いや、娘は本当にね。あと他に何かあった。他に例えば嫁と、うん、そういうオーガニック事業を始めた当初、ちょうど息子が生まれて、嫁がなんか静岡出張、で僕は娘と二人、で同時刻に子供を発狂したんです。なんか来とるよみたいな。でうちよく来るの。来る？家に。黒い物体とか。来る？いや。ちょっと家には遊びに行けないで。でも最近はだいぶ僕も修行させていただいたんで、修行来なくなったんですけども、昔はいろんな人が来てました。来てるんですか、黒い物体が。黒い、こういうなんかオーガニックのやつすると、すごいそのすっごいこだわってる人もいらっしゃるし、ファッションでやってる人もいらっしゃるので、僕たちがドンって入ってくると、いろんなその足の引っ張り合いがあるんですよ。そうです。邪念みたいな。行きますよ。行きますよ。なんか気量とかで一番怖い。気量が一番怖い。気量だって、ね、子供につきますからね。子供に。だから子供がそのちょうど嫁と離れた時に、発狂っていうか、見えてるから怖い言うんですよ。あ、そっか。お、寒っ。二人ともですよね。二人ともですよ。はあ、怖いってこっちも怖くないじゃないですか。いやいや、何ってなります。いやいや、あれ怖いっすよ、それ。それ怖いの。どうしようと思って、で、それで、なんか怖かったよねみたいな感じで、なんか手を合わせたらいなくなっちゃったんですけども、結構そういうのは。自分なんか今日帰ったら一人で寝ないといけない。一人で寝れないんですよね、マジで。そう、電気つけっぱなし。いや、電気つけっぱなし。トイレも行けない。電気は常につけっぱなし。わかります、わかります。そういう感じで、なんか結構変態ですね、うちの方が。すげー。本当ですね。宇宙人も幽霊も見えるんですね。幽霊じゃなくて、幽霊は見えないんですよ。うん、全く、その人物とか見えないですけど、念がわかるんです。念。わかりますよ。念。ちょっと感じるぐらいはあるの。どんな
感じるというか、なんかいるとか、もう私さんのはっきり聞かれたりも見えないけど、はい、だから、なんかいるだろうなっていう感覚だけです、もう自分は気持ち悪い怖いとか言わない、こっちの方が怖い、なんかいや、マジで来るんですよ、悪い念じゃないと思う、まあ、私はこれ人に取り付いてるのも分かったりするんですか。ですね、よく目がつり上がってるとか言うと、やったらキツネがついてるよねとか、蛇がついてるよ、キツネっていいキツネと悪いキツネがいるので、はいはいはい、キツネマのほか身分制度なんですね、うん、で最上級がなんか、まあ、天皇さんみたいな感じ、はいはいはい、で下っ端のなんかキツネがわらさらついてる、いや、なんかうちの母親が昔なんかそういう変なのが来たら、はい、来るなって言ったら、はい、来なくなるからとか言ってたんですよ、はい、で、うちの弟が風呂入ってる時に、はい、来るなとか言ってるんですよ、はい、怖いわみたいな、怖い怖いなマジっすかそれ、マジです、いや来るんだ、来ますね、で世間的にはバカじゃないのって言われてしまうので人に言うのをためらいますよねって、これ私の母なんですけども、はいはいはい、実は母めっちゃ見える人で、見える母もあんまり人には言わないんですよ、やっぱバカにされるっていうのを言って、はいはいはい、ただもう家とか行ったら早く寝た方がいいよあんたって、海に上がってきみたいな、いやいやそれ怖い、こっちは試験勉強しようとしようのに、いやもう下に俺んけ、もうすぐ上に上がって、マジで僕はあれだ、不動産やってると、うん、賃貸物件行くじゃないですか、うん、開けた瞬間風が来るんですよ、ピューってもう入りませんって言って、あ、ここはもうダメだ、ダメダメ、手を叩いて確認するとか、そうです、そうです、ちょっとマジガチで自分今日寝れないんですけどおばあちゃんガチで、これいや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 マジかちょっと声出しながらばあちゃんで私もテレビつけっぱなしなんで大丈夫なんですけどね、やっぱうちらも怖いんですつけっぱなしって言うじゃないですか、テレビ消えるんですよ、そう、いや、すごい怖い、いや、本当にトイレ行くときだけ大音量にしていきますから、ね、声が聞こえるとやばいからちょっと前まで妹を連れてトイレをいや、分かります、分かります、私もエアガン持ってよかったエアガン重装備すぎる、ジュオンっていう映画あるじゃないですか、あれ見終わった後、トイレ行くの妹連れて行ってましたからいやいや、それ結構なんでんじゃないですか、俺のクソが終わるまでお前はここで待っとけって、はい、でもうち本当にそれがあったんですよ、へー、2階で寝てて1階でトイレなんですよ、うん、で、嫁と一緒で、ちょ嫁ちょ下をなんかおるよねって、嫁も見えるから、うん、いるよねみたいな、マジですか、嫁はもうトイレ行けないって言ってた、私トイレ行きたいけどマジでいやいや、マジでなんかいるよねって嫌じゃないですか、夫婦の会話が違う、怖いマジですよ、ハウルの城の黒い兵隊さんみたいな感じですよ、わかります、ああいう感じです、めっちゃ怖いじゃないですか、でもそれは悪さしないんですよ、偵察なんですよ、偵察、そうです、怖いやいやいや、宇治原さんもこれあれでしょ、終わったら一人で寝ないといけない、いやいや、車の大音量、家大音量大丈夫です大音量がいきなりピチンって切れたらびっくりじゃないですか、マジで、いやいや、起きてこう、なんですかね、色んなやつが出てる時は相当バタバタしてたんでるって言われますよね24時間ニュースで、いつも明るくして寝てたんで、実家にいる時も明るくして寝てたんですよ、はい、でうちの母親がこう消しに来たんですよで、こうカチンって消した音で自分目が覚めたんですよ、はい、で、パッて目開いたらうちの母親の顔がこうあったんでうわーって言ったんですよだから次の日、上の階の人が昨日すごいなんか叫び声聞こえたんですけど大丈夫だったっすかみたいな、もう幽霊じゃなくて人間の方が怖い、そうだったの、マジで、わかります、ね、ああいやいや、怖いっすよね、まあ、そういうビビリには出てこないって言いますもんね、いや、まあまあそうですね、はい、確かに、見えないですね、見えない世界は見えないんで、もう叫びながら自分の中で気合い入れてますもんね、確かに何かあったら戦わないといけないやっぱ一番怖いのは、その1年前に地震やった時のみんなの一斉のメールが一番怖くなかったですか、え、なんですか、地震です、地震ですっていう時怖くなかったですか、あれが一番怖かったですよね、え、なんですか、地震です、何、みんなが一斉になるんですよ、え、一斉にあれでしょ、地震のアラート、あー、アラートで災害警報は、もうふとした時に自分のやつになるじゃないですか、うん、じゃあ隣にもなってる、はいはいはい、上もなってます、はい、誰もなってるんです、はい、
はい、めちゃくちゃ怖くないですか、ああいうの。あ、まあ、けどあれ見えるんで、あれ人間が作ったもんじゃないですか、うん、人間が作ってないものがこう、そうそう、怖い、現れた時は怖いですよね。怖いです、怖いです。そっちの方が怖い。怖いですよね。いやいや、人間の方が怖いです、僕。あ、本当ですか。いや、けど見える人はそう言いますよね、うん、あ、人間の方が怖い。いやいや、人間の方がいい、絶対。絶対どうか解消できるけど、なんとかな。まあまあ、人間がこう包丁とか持ってきたらなんとか応戦しようと思ったら、こんなんでも思ってないですか。それはワンチョウだけですからね。まだこっちの方がいい。確かに、まだこっちの方がいい。いやいや、ほんと見えないものが来たらなんかこう、透かしていかれると思いますもんね。いやいや、どこからでも出てこられるでしょ。いやいやいや、どこでもついてくるじゃないですか。いや、戦えないですよ。いや、すごい、すごい経験したんですか。いや、今日生放送ちょっとやめとけよ、お父さん。やっぱ暑いのちょっと涼しくなった。いや、なるね。いや、まあ、今度奥さんがね、はい、お薬の購入されるということで、はい、我々もちょっと楽しみにしてますんで、はい、うん、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、はい、今日時間オーバーしてしまいましたんで。そうですね、はい、ここのさっきの気ままクラブっていうのが、はい、吉塚に。吉塚にあるんですね。これ普通に私たちも行くことができますよ。はい、まあ、オーガニックのその野菜とかも販売、はい、販売してます。おおおお、はい、ぜひぜひそちらの方にもね、吉塚の方に、吉塚3丁目、はい、3-27です。わかりました。こちらにもお越しください。はい、じゃあ今日はこれで終了いたします。じゃあ最後、はい、これで締めますんでよろしくお願いします。はい、はい、今週も親不孝通りに面出すような、バイビー、バイビー。